改めてじゃあ引き続き順付きの方をお願いします。逆付きですね。逆付きです失礼しました逆付きの方です。お願いします。基本のスタンスは一緒です。構えはで、このさっきも言ったように足首と膝、股関節、ここの動きをしっかりと合わせて前足に体重を乗せていきます。で、気をつけなきゃいけないのはさっきも言ったんですけど、この肩の線がこうブレると相手に分かりやすいので、この肩のラインを変えずにこのままこうなったりこうなったりしないようにまっすぐ入っていく感じですね。こういう感じです。こういう人は結構多いんですけど、この軸を変えずに入っていく。これもなんですけど、さっきの突きもそうなんですけど、結局この空手は、まあ、その総額というのはどうか分からないんですけど、結局この相手との距離で攻撃をするか下がるかっていうのを決めてるんで、バレないで入ってきたら、この距離を変えずに入っていく、こう寄りながら入っていくんじゃなくて、もう寄った時には技が出ているようにしていく。この動作、ここを出さずに後ろと前足の動きを使いながら一瞬で前に入る。これは難しい。こう寄っちゃうから。そうですそうです。まっすぐ入る。寄る時にはもう技をしっかり出す。こっちが先になっちゃうんで、はい、1、2になっちゃうんで、はい、こっちが突いた時にはもう技が出てるような感覚で突くともうちょっとスピードが出るかと思います。前にどうしても手から突く感じですか？そうですね、まあ、同時というか、まあ、突きが速くなると、まあ、どっちみち体が出ていかないと突きが届かないので、もちろん体から動かすんですけど、感覚的にもう動いた瞬間には手の先を飛ばす。手の先を飛ばす。あ、自分たちの体は基本的にこのこれをぶらさないように、このまま入る感じで、まあ、こういう横の動きとか知ってる感じで入るときはまっすぐ。もうちょっと瞬間的にこう、はい、こっちの締めが速くなると、多分もっと突きが速くなると思うんですよ。こっちの押し出しだけじゃなくて、こっちのこう寄せていく感じが、力の方向は前です。体の連動がしっかりしないとやっぱ速くならないんで、はい、やっぱ体の動作はその下半身から力を出して、腰、体が伝わってこう先に出ていくっていう使い方なんですけど、でこの出すタイミング、まあ、空手の基本で言うとこう引き手、突き手っていうのがあるんですけど、はい、こう突いてるのは引く、音が出す、引く、引く、出すっていう動きがあるんですけど、はい、この体の動きとこっちの上体の動きとこっちの戻りの動きがしっかりと一致したときにやっぱスピードが出ていくので、うん、かその場でも自分たちの練習中ならだとこうミッドだったりとかサンドバッグとか、はい、そういう練習も大事なんですけど、その物を使わないでこう一瞬で技をこう何ていうんですか、タイミングを合わせる練習っていうのも繰り返し練習するんですね。はい、シャドーボクシングの感じです。まあそうですね、まあ、実際こうやって動きながらというよりもまず自分たちは基本稽古っていうのがあるんですよ。その場で足を動かさずにこう腰を落としたまま腰の回転と
あの上体の動きを合わせるようにして練習する。はい。通常ながら速くしていくと実際動いた時に、うん、やっぱりよりスピードが出ると思うんですよ。その場でなんて全然やんないっす。やらないっすよね。すげえ、でもいい練習になりますね。正面からぶつけるとその後に横の場のこと、やっぱあれですか、打ってこう斜めに入るように普段練習してるんですか。してます。あ、結構あの相手がオーソドックス、右構えの人が多くて逆構えの人が多いんですね。あ、はいはいはい、で、あの四角を取りに行く方向が結構あ多くやって、でこっちによく流れちゃったりしますね。やっぱ自分もその反対構えなんで結構こう逆の人が多いんですよ。はい、佐々木選手と一緒で構えがサウスポーなんで、はい、自分たちはもう、でもなんかその、自分たちは、なんていうんですかね、この軸をぶらさないということを、なんかその、基本にあるんで、その、足の位置とかも結構ギリギリの外側を取ったりとか、そういうあのギリギリのこう、やり取りをしてるんで、そこはまあそれが正解なのかどうかっていうのは、ちょっと自己深く取るのに、なるべくちょっとわからなかったんで、自分たちの判断の中では、基本的に、この直線のラインのラインに対しては、ここに目がけてしっかり初回を入るのも、あの自分たちの体の中に分かるようになれるので、そこはまあ、また違うからですね。いやでもギリギリ狙うのも全然ちょっとだけずれるってことですもんね。そうです、そうです。一番近いところがそのギリギリのラインのラインなので、やっぱり内側だとリスクが高いので外側はもちろん通るんですけど、外側の足のギリギリのところを攻めていくっていう、たぶん絶対これも生きてくると思うんで、ちょっと反応して練習します。先生ありがとうございます。いえいえ。ちょっと逆突きのポイントというか、何かあれば。もう逆突きに関してだけじゃないんですけど、基本的にこの肩のラインを、まあ、正面から見たり、こういう動作でこうなったり、こうなったり、こういう動作をなくして、このまま肩の高さをそのまま、入っていく、そしてこの相手との距離感を変えずに技が出せていくっていうところがものすごく重要なところだと思うので、もちろん
ちろんその内側の内側も大事ですけど、この距離感と、あとはこの体のバランス、目玉の内側のまっすぐ、頭の高さを変えずに、平行に入っていくような動きができると、この逆の人間がどうなるか。先生、ありがとうございました。はい。次回はぜひ行けるよ。ぜひ。はい。得意技の。